半浴が180円になってた。高すぎる。さあ、今日も元気に FIFA 22をやっていきたいと思います。仕事の合間に、フロントからメールが来ました。フロントから注意が来てる。今、フロントの信頼評価は77。まあ、安全圏だ。まあ、頑張れってことだな。まずは皆さんに報告があります。前回、奇抜なフォーメーションを提案してくれた24時間、ゆうたさんなんですが、アシスタントコーチを解任されることになりました。残念です。ゆうたさんはいい提案を持ってきてくれたけど責任を取ることになったんだ。すまない、僕の力不足だ。ゆうたさん、またお待ちしてます。それでは気を取り直して、 J リーグ第10節横浜 FC との試合行ってみましょう。今度は普通の 3-5-2 のフォーメーションでいきます。当たり前だろ、あんなバカみたいなフォーメーションがあるかよ。注目のカードとなったキックオフ頑張ろう。もう普通のフォーメーションだ。試合の方を見ていきましょう。カバー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 してくれ。あーまずい、いきなりだ。早い、早すぎる。カジュマだ、カジュマー、カジュマー。おじゃる、おじゃるとカズマだ。これがおじゃるでこれがカズマ。よし、上げさせな。マイナスが来たぞ。よーし、危ない。なんてこったなんてこった。前半10分で2点入れられてる。2点入った。信じられない。今日もまたダメなのか。毎日負け続けるゲームなんて、とてもストレスが溜まる。仕事でストレス、ゲームでストレスだ。ふぅ。頼む。落ち着こう。3点取れる。そういう実力がうちにはある。よし。確実なビルドアップからチャンスを狙います。いいクロスだ。コロッキー。旗が、ああ、人のせいにするんじゃない。人のせいにするな。お前がオフサイドだったんだ。人のせいにするんじゃない。ベクトルを自分に向けるんだ。頼む。ドリームデストロイヤーズがアタッキングサード。来た。ああ、当然です。いいぞ。いい。ナイスシュートだ。チャレンジしていこう。俺らはチャレンジャーだ。グッター。なぜそういうことになる。押したよ、今。絶対押しただろう。うまい。打てー。ああ、ブロード線がうまい。きたー。見事なログパス。トラップシュート。うー、いいトラップだった。いいトラップだったよ。コオロギに当てて打ってみる。コオロギがそういう時もある。打ってみる、打ってみる時もある。きた、ある、あるキーパーだ。長すぎる。なんでそうなる。よし、落ち着け一旦。そうか。あいつ、落ち着けって。落ち着けってみんな。そうだ、落ち着くんだ。サイド、そうだ。仕掛けてくるのか。落ち着くんだ。何をやってる。もう点はやれないぞ相手に。味方の位置を確認する。点はやれない、点はやれないんだ。やれないって言ってるだろ。ナイスキーパーだ。うまい。ないぞ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 。なかったなかったなかった。ファールなし。奥、コオロギスルー。ファールだ。あそこでファールが行われた。とても卑劣な手を使われたな。おいおい、いい連携だった。よし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 、怖くない怖くない。ナイス。なんだそのダイビングは。あっ、やばい、カウンターだ。落ち着け、サイドに出るぞ。セルンだ。アクシデントだ。アクシデントだ。アクシデントカジュマだ。カジュマのアクシデントだよ。あー、3-0 はまずい。追いつけるか俺らは。やれるのか。
相手を欺こう。ワンタッチだ。アディショナルタイムが1分追加。ああ、コオロギがダメだ。変えたーい。変えたーい、コオロギを。やば。サイドに持ってけ、サイドに持ってけ。ゴールの確率を避けるんだ。オフサイドだ。やめてくれ。怒ってる、キーパーがめちゃくちゃに怒ってる。無視するな。キーパーが怒ってるのを聞いてやれ。そうだそうだ、聞いてやれ。ちゃんとコオロギを変えました。キックオフだ。あー、危ない。ナイス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 ディフェンスだ。うまかった、足が出た。またカジマだ。ナイスディフェンス。いいぞ。カジマが下がった。必死に走るんだ。これはチャンスです。ナイスキーパー。危なかった。さすがですね。来た来た、頑張れ、走れ。よし。ああ、ため息しか出ない。ダース、いい位置です。打てー、やったやった。得点差を少しごちゃごちゃしたけど関係ない。 うちの得点だ。どんなゴールだっていい。とにかく打ったんだ、そして入った。それが全てだ。それがフッボーだ。よし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 、走れ走れ走れ。何を狙うのか。うわ、まただ。ナイス。このシュートは入ったと思いました。ナイス。うまい。あ、通ってれば、通ってればあったよ今。あ、危ない。危な。おしよしよし。まだ倒された。ファールだ。ファールだ。なぜだ、なぜうちをファールを取ってもらえないんだ。 J3 だからか、うちが弱小チームだからか、うちが。そうだろう、絶対そうだ。よし、中にいいボールを。フリーだー、来た。なんてこった、ブローダンセンすごいな。入ったと思った、体で止めやがった。どうやら選手の交代があるよ。よしよし、入った入った入り申した。3対2、まだ分からなくなってきた。いいぞ、いける。やっぱりちゃんとしたフォーメーションだといけるんだ。フォーメーションだよ、やっぱり。何が革命だ。革命的なことなんか一つもなかった、あのフォーメーションに。ただのふざけたフォーメーションだ。よし、いけるぞ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 、あるぞ。みんなあるぞ、これは。うわー、ここだここだよ。パスをカット、うー、頼む。決まった。なんでこれからっていう時に点を入れられるんだ。しかもごちゃごちゃして、数じゃないか、おい。やめてくれ、ここで数はやめてくれ、困るよ。53歳、53歳に入れられたのか、もしかして。おい、お前だ、カズだ、やっぱりカズ。なんでカズがゴール決めるんだ、おかしいだろ。53だぞ、また最年長記録を更新された。不名誉だ、俺らが最年長記録を更新させたんだ。テゲファンシャーロ宮崎は更新させたんだ、とても不名誉だ。マジで走ってる、53歳が一生懸命。53より遅いぞこいつ。おいおい、53のアシストだ、やめてくれ。レジェンドがよ、好き放題させんじゃねえよ53に。危ねえ、前ボーダー、あいたー。ここはブロックで防ぎます。来た、なぜだ、なぜ入らない。ボールを運んでいます。しょぼしょぼだ、とにかくしょぼしょぼだ。このゲームはカズが最年長ゴールを更新したということでニュース番組に使われるだろう。ただそれだけだ。僕たちは不名誉な結果を残されてしまった。53歳に点を決められたんだ。今何歳なんだカズは。
株を奪われたかのような54歳だ。一個年取ってる。そんな数に決められた。54歳に決められた。恥ずべきだ。僕たちは恥ずべきだよ。